いや、はい、いいね。ピンポンパンポーン。みなさんこんにちは、どんぶりかつ丼です。どんぶかつ丼のどんぶり二人で合わせてコロッケとんかつです。ブルッケとんかつです。キラーン。じゃあ今日は6月にYouTube の動画何を撮っていくかをみんなで考えていこうと思います。これから。じゃあねねからいいよ。イエスノーゲーム。イエスノーゲーム、何それ。うイエスノーゲームは、うん、美味しい美味しくないがあって、うん、イエスが美味しいで、ノーが美味しくないで、それで、うん、じゃああと何かある。はい、ねね、質問コーナー。質問コーナー、多分一番最後にやったのはねねの質問コーナーだよね。ね、あの外でさ、やってるやつ。あの、うん、なんかポテトチップスの周りにこれみたいになんか巻いて、これは何味だってやつ。ポテトチップス味当て。味当て。味当て。ポテトチップス味当て。味当てね、あれ楽しかった。うん。キム覚えてる、あのさ、チーズのやつ買って、チーズねえねえ、後ろに、うん、あのラプンツェルとか見て、うん、で、あの、うん、みんなが見て、うん、で、うん、ママが用意してくれて、うん、で、みんなが食べて、そうそうそう、何味ってやったやつ。そう、あのゲロ戦記でさ、こういう歌あるよね。心を波に例えたらゴリラ豚になって悲しむ、だけど豚は体、ゴリラは顔ってやつ。てかすごい、本当にマスク焼けが。だからほら、とんかつになりたいから太陽に焼いてもらってんのよ。あ、そうですか。キャイケーキ。質問コーナー。質問コーナー、あ、キキもやりたい。質問コーナーやろうか。あとは？あ、はい。はい、ねね。あの、あれなんだっけ、あの、ナイトプール。ナイトプール、あー、前お風呂でやったやつ。うん、クッキング。クッキング。クッキング、何作りたい？ちなみに。はい。ちなみに何作りたい？あのね、デコペンもね、うん、クマの絵を描いてね、うん、ウサギの絵を描いてね。アイシングクッキー、うん、みたいなやつ、うん、あ、そういえばやりたいって言ったね、アイシング。あの、キキが歌うの。キキが歌うやつ、うん、あ、キキの歌いいんじゃない。あれ、なんか外とかで障害物競争。それ誰がやるの。え、ねねとキキ。障害物競争。あの、まずはあのお玉にピンポン玉乗せて早く走って、どっちが速いか。ああ、そういうのね。あと棒、そういうことね。あとなんか、うん、なんか、あの上になんか、うん、頭になんか難しいの乗っけて、でこうやって落とさないようにやるやつとか。ああ、確かにそれなら面白そうかも。うん、次キキ。はい、何がいい。パパとママとゴーは走んないで、父とネネで鬼ごっこする。あ、公園の様子ね。公園の様子。公園の様子。ネネ言っていい。うん。あのパパにドッキリ仕返し。ああ、いいね。パパ、あの、キキはパパのドッキリで、うん、あの教えちゃダメ、ね、今言ってパパ後ろにいるから、ね、うん、あ、うん、あ、あ、何言って。何、あ、あ、いいこと思う。聞いて。うん、あれ、あのねねとキキお化け屋敷紹介コーナー。はい。
ねんとキキがこの部屋全体にお化け屋敷を作って、うん、ママとパパが見に行くのビデオ。あ、なるほどね。すごい大掛かりな動画ですね。でね、インスタでもね、ねねキキの動画何見たいですかっていうのを聞いたの。うん、それを言ってってもいいかな。いいよ。うん、じゃあインスタのやつ言ってくね。ファッションショーしてほしいです。おー、いいね、ファッションショー。ファッションショー、じゃあマルステイファッションショー。うん、やりたい、やりたい、ファッションショー。自分たちでなんかさ、うん、折り紙とかでなんか作ってねらが描くね、キキキキ、うん、ファッションショーって服作るわけじゃないんだよ、うん、あの自分が持ってる服をそのコーディネートするっていうかさ。ああ、そういうことね。そうそうそう、そういうこと。それもやってみる。大食い企画。いえ、それは嫌だ。そんな食べれないもんね、多分ね。質問コーナー。休日の過ごし方。ない。あ、お休みの日何してるかなっていうやつ。ゴーくんの笑顔が見たいです。笑顔ですよ、笑顔。ほら、笑顔ですよ、これ。ですね、うん、パパのルーティン動画。家族みんなで身体測定。みんな身長と体重。ああ、それやってみたい、やってみたい。あとは、購入品紹介。ダイソーみたいなやつ。あ、やりたい。買ったものを紹介する動画。やりたい。いいね。あとルーティーンがね、もうダントツ多いんだよな。ダダダダン、やだ。ねねちゃん一人でお留守番動画。お、いいねいいね。何をしているか、どんな感じかっていうのが見たいんだって。あとねねちゃんの消しゴム紹介だった。お、いいね。紹介しきれねえよ。ね、1時間以上かかる。1時間かかるかも。やった。今度やってみようか。このリクエスト多かったんだよ。相当買ってるからね。あとは夫婦の雑談、ママとパパの話してるところ。何も喋んないのか。水着の買い物の動画がすごく面白かったので、またショッピングの動画見たいです。おー、いいね。あとボクシング動画が見たいです。おなら臭い。自分のセーフ。ねねき喧嘩動画。嫌、はい、だ嫌だ嫌だ、それは嫌だ。ダンス踊ってみた。あ、いいね。あとはイヤホンガンガンゲームまたやってほしいです。うん、分かった分かった。まだまだすごいいっぱいある。ママの料理動画。あ、いいね。あとはクッキング。あとやっぱ喧嘩も多いんだよね。喧嘩。でも喧嘩見るとなんかみんなさ、なんかどんな症状するかも気になるけど、ちょっと喧嘩はな。ヌーと聞いてどういう喧嘩するの？あのなんか取り合いとか爆取りとか。爆取りって何？爆って取ったの。爆取り。ヌーと聞きの一番の喧嘩は何ですか？あ、でもごっこ遊びで、ねねこれね、ねねこれね、キキこれね、とあって、で、キキがダメダメ、ねねがダメダメ、なってくれる、とあって。それはもう連日ですね。うん。歌ってみた。はい。お、また撮りたい、また撮りたい。ご飯を食べてる動画。いいね。ご飯系、料理系多いね。うんうん、お部屋の紹介。いいね。いいわよ。机、ドレッサーの紹介。いいわよ。ママとパパのラジオトーク。お話ってことだね。お話ししてる動画。うん、それはちょっと。いらねえと。あと何気に地味に多かったのが変顔集。な、変顔集って。変顔集って誰が匂い嗅ぐの？変顔してる時。あとはねねちゃんとキキちゃんでゴーくんのお世話。うん。お、納得。いつものを取ればいいだけなんじゃない？それは。結構やってくれてるからね、ご飯あげたり。そんな感じでした。以上です。あの、ねねとキキに1000円ずつ渡して、セブンで何を買ってくるかっていう。でも面白そうじゃない？ああ、面白そう。ね、何買ってもいいんだよ。あのダイソーみたいに1000円分。
好きなの買って紹介する。1万円じゃなくて1万円はちょっと1万円セブンで何買うのねえ、セブン行ったら何買うの。1万円はね、うん、お金の王冠買うの。売ってねえ。セブンだよ、セブン。セブンはコンビニお菓子全部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 。いや、全部は多分買えない。1万円で、うん、2万円は買える。2万円も多分厳しい。3万円だって商品の数がすごいんだもん。あ、だってジュース全部買うだけでさ、多分結構な値段になるよ。全種類。じゃあ50万円。50万誰が出すの。ねえねえ。はい、じゃあそんな感じでいろいろ考えたけどね、うん、ちょっと全部やるかどうかわかんないけど、今考えたの何かやっていこうと思います。はい、インスタでも答えてくれた皆様ありがとうございます。ありがとうございます。また食べてね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイって。バイバーイ。バイバーイ。